暮らしのガイド袋井市。健康保険制度。病気や怪我で医療を受けると高額な医療費がかかります。日本ではみんなが平等に医療を受けられるための仕組みがあります。健康保険制度です。日本で暮らす人は全員健康保険に入ります。在留資格のある外国人も入ります。メリット。病気や怪我の時、医療費の一部を払うだけで診療を受けられます。大きな病気や怪我で高額な医療費がかかった時、お金が戻ってくることがあります。日本には国民健康保険と会社の健康保険があります。この2つは別のものです。会社で働いている人は会社の健康保険に入ります。働く時間の長さや働き方で入れない時もあります。働いている会社で聞いてみてください。会社の健康保険に入っていない人は国民健康保険に入ります。会社を辞めたら会社の健康保険を辞めて国民健康保険に入ります。別の会社に就職したら国民健康保険を抜けて会社の健康保険に入ります。また75歳以上の人は全員後期高齢者医療保険に入ります。3ヶ月以上日本に滞在する外国人も必ず健康保険に入らなければなりません。国外へ引っ越したり日本の中で引っ越したりするときにも健康保険の手続きが必要になります。国民健康保険に入ったり辞めたりする手続きは市役所でできます。必ず14日以内に手続きをしてください。病院には必ず健康保険証を持っていきましょう。健康保険証を持っていかないと高い医療費を払わなければいけません。またこの仕組みを支える保険税や保険料を必ず支払いましょう。払わないと健康保険証が使えなくなる場合があります。健康保険証は大事なものです。なくしたり落としたりしないように気をつけてください。国民健康保険証をなくした場合は市役所にご相談ください。大切なポイント。健康保険に必ず入りましょう。